ロハー、ハワイにいよう。するロハのハワイのマリナです。今日はカカアコという地域に来ています。今日はカカアコを攻めるぞ。ワイキキ、アラモアナの西側に位置するカカアコは再開発が進んでコンドミニアムやレストランが次々に建設されていたり、街の壁にはおしゃれなアートが施されたりしていて、今大注目の街なんだ。そんなカカアコ、カフェもたくさんあるみたいだぞ。中でもね、こちらのエッグヘッドカフェ、できてまだ1年未満なんですが、ローカルに大人気で、午前中に来るとすごいことで1時間以上待ちなんですが、今日はちょっと遅めの時間に来てみました。では行ってみましょう。ハワイ在住のマハロガールズたちが日替わりでハワイのグルメをお届けする最新ハワイチャンネル、マハロハワイ。そんな注目の街カカアコから本日ご紹介するのがエッグヘッドカフェさん。ここ最近ローカルに絶大な人気を誇っている、まさに最新の注目店です。最近中国人観光客の方が増えていることもあって、中国語のメニューも置いてありますね。おしゃれな雰囲気のカフェで、まずこちらパンケーキバーガーです。パンケーキの間に目玉焼きとベーコンを挟んだまさかのボリューミーな一品。目玉焼きにしろ。ちゃんと美味しくなるのか。そんな目玉焼きの黄身とかかっているシロップをしっかりと絡めていただいてみます。甘じょっぱい。シロップの甘さとベーコンエッグのしょっぱさ、どちらも邪魔せず共存していてちゃんと美味しいです。アメリカ等ではこういう甘じょっぱい感じの料理が意外と多いので、ぜひ体験してみてほしいです。次もパンケーキだな。さてお次は3種類ものパンケーキを選べるパンケーキサンプラー。今回はハワイの紫芋、ウベが乗ったウベパンケーキ、そしてティラミスパンケーキ、さらにこちらがスモアパンケーキ。キャンプなどで見るマシュマロとチョコを挟んだものをスモアと言いますが、まさにそれが乗ったパンケーキになります。どれにするか迷った時にこれはいいな。早速紫芋のウベパンケーキからいただきますと、ココナッツソースとウベ、まさにハワイのタッグが絶妙で素晴らしく幸せな甘さになります。さてティラミスパンケーキはというと、程よいビター感がまたいい違いを見せてくれます。デザートのティラミスと同じ味だ。ふわふわのティラミスってとこか。そしてスモアパンケーキは私のお気に入りの一品なのですが、これはやはり外せませんね。ホワイトチョコレートとパンケーキの奇跡の相性をぜひ体験してみてほしいです。たくさんのパンケーキを味わえた今注目のおしゃれなカフェ、エッグヘッドからお送りしました。はい、今日はカカアコエリアにあるエッグヘッドカフェに来ました。パンケーキの3種類どれもすごく美味しかったです。やっぱりでもお気に入りはスモアパンケーキです。不思議なパンケーキもあったな。甘じょっぱいパンケーキバーガー、ちょっと不思議な味がしましたが、甘いのとしょっぱいのも、ね、一気に食べられる、なんかお得感満載でした。はい、では今日はね、マヒラがお送りしました。では皆さんまた、アロハー。